こんにちは。現在四世大学に留学中の武田真美と申します。日本では国際教養大学の3年生で、学部は国際教養学部のビジネス専攻で学んでいます。四世大学でもビジネスを選んで、そちらの授業だったり、あとは語学堂の授業を取って韓国語の勉強もしています。留学に関しては、私の日本の大学の方で卒業条件で1年間の留学が義務付けられていたので、大学の方でもともと世界に200ぐらいの大学の提携校があって、その中から私は韓国の四世大学を選びました。選んだ理由としては、私がもともと K-POP が興味があって、でそれで大学の授業で韓国語の授業を取っていたので、どうせならせっかくなら、韓国語のレベルも上げたいなということで韓国に留学を決めました。週末は大学で新しくできた友達とカフェや韓国料理を食べに行ったりだとか、あとは課題がよく出るので、その課題の勉強、寮だったりとか、あとは図書館とか、いろいろなところで勉強しています。好きな韓国料理は、トッポギが一番好きです。日本では結構レンジで温めるタイプのものが多いと思うんですけど、それはちょっと苦手だったんですけど、韓国に来てみて本場のトッポギを食べてすごく美味しくて、今一番好きな韓国料理です。カルチャーショックは、一番最初に感じたこととしては、交通機関がすごく日本とは、なんだろうな、運転の仕方が全く違うなと感じました。最初隔離施設に行くときにタクシーで運転をしてもらって隔離施設に向かったんですけど、韓国のその交通量も多いなと感じましたし、あとはスピードというか運転の仕方が日本よりはちょっと荒いかなというふうに感じて、それが一番最初にびっくりしたことです。韓国の交通機関のバスだったり電車だったりっていうのがすごく安く乗れるのがびっくりしました。で、その理由っていうのも、ホームレスの人だったりお金に困ってる人も使えるようにっていう理由があるっていうのを聞いて、すごくいい文化だなっていうふうに思いました。いいなと思った点は、さっきの交通機関の安さに加えて、あとは韓国料理のお店に行くと最初にキムチだったりとか、あとは辛いおかずとかが結構たくさん、提供してもらって、それがすごく美味しいし量も多いので、日本とはまたちょっと違うので、そこが面白いしいいなというふうに感じました。卒業後については、今私はビジネスについてマーケティングだったりそういうことを学んでいるので、そういった知識を活かせるような企業に就職して、あとは自分の興味のあることにたくさん挑戦していきたいなというふうに考えています。皆さん、韓国の大学の正規留学の仲介はもちろん、日本人の韓国就職無料紹介センターも同時に運営し、卒業後の就職や韓国移住問題までパッケージでサポートしてくれる広場留学をぜひご利用ください。